はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、ピースの令和4年、福車初売りイベント抽選会ですね、最終日でございます。おい、ガクト、おはよう。おはようございます。おい、今日はね、こちらのライフね、車検2年付き、込み込み価格10万円で、はい、新品のタイヤまで付けさせてもらってね、はい、こちらの抽選会やらせていただきます。長くとな、はい、今日3日目、慣れてきた？慣れてきましたね。慣れてきた、はい、ちょっとお疲れのようだな、おめえな。気づかれ。いや、まだまだ頑張ります。頑張ります。頑張ります。ただな、はい、今日もね、はい、今9時半ちょっとぐらいだけどさ、そうですね、お客様の入りがね、すごいね。そうですね、びっくりです。すごいですあ、ビビっちゃうな。ビビっちゃいますね。ビビっちゃうよな一応ね、ちらっと今映すけど、本日ね、まだ9時半ぐらいだけど、今の感じで何人いるだろう、20人、30人くらい今ご来店いただいてます、ね、本当にありがとうございます。あ、また入ってきた車、ね、今日もあと10時から、抽選の方ね、やっていきます。よし、よし、頑張っていく。よし、じゃあ元気出していくぞ。えい、えい、おう、3日目使っちゃなそうですね。俺昨日も酒飲みすぎちゃってよいや、ガクト、酒うまくてな日曜日、最終日なのに最終日なのによ、ちょっと頭いいでね頑張ってくださいやっぱりよ、昨日も一昨日もさ、思ってたよりもお客様のこの反響がね、あってさ、そうですね、嬉しくてよ、はい、あ、本当にな、気持ち的には嬉しくて嬉しくてよ美味しい酒が飲めたみたいな、ね、本当に何度も飲めちゃうよいや、おかげで頭いいで今日はよし、でも今日はな、こんなこと言ってらんないんで、そうですね、ね、お客様にせっかく来てもらったんでね、はい、頑張っていきます。おい、おい、はい、今日はですね、最終日で抽選の方にね、いろんなお客様にご来店いただいております。ありがとうございます。ピースの、軽自動車、込み込み価格20万円から乗れる車たちね、今展示場の方ちょっとね、歩いてみようかなと思います。車検2年付きで、新品のタイヤの方も付けさせていただいてね、込み込み価格20万円からで販売してます。足代わりの車、ピース一番得意なところがこういう風なね、20万円から乗れる軽自動車、この辺がそうだね、20万円コーナー、ポッキリ価格コーナーって店頭私の車ですね。この辺のは店頭私での、節約者コーナー、ポッキリ価格コーナーってことでね、置いてます。この辺のライフ動画も JB5 モデルの平成17年式のライフね、94,000キロ、車検2年付きで20万円でございます。タイヤの方もワンセット新品付けさせてもらってね、販売させてもらっております。本日ね、抽選会やらせていただくんですけどもね、今から動画の方撮っていくけどね、ダブルチャンスで、外れ券としてダブルチャンスで、車のピースのこの車たちのご購入の時の3万円割引券ね、3万円割引券ね、ダブルチャンスクーポンとして出させていただきます。まあ、今日も今からね、ほんとすごいな、続々とお客様今ご来店いただいて本当ありがとうございます、本当にすごい、これだけのお客様にね、反響をいただけることは本当に感謝です。すごいです、本日のご来店もこんなにね、来ていただいて、なんかオークション会場の下見してる感じの雰囲気見てるよな。わかります。オーペー、はい、オークションに行った時にさ、車の下見する時ってなんかこんな雰囲気だよね。はい、なんかこう、そうですね、じゃパラパラっとして、そう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 、こんな感じでね、車ザラザラって並べてるところをね、業者さんたちが車見ていくんですけども本当ですね、本当なんかオークションのなんか買い付け行った時の雰囲気みたい。似てますな、似てるよな似てるまたご来店いただいた、すごいな、ありがとうございます。はい、そうしました。皆さん、おはようございます。おはようございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はこちらのライフの方の抽選会の方にね、こんなにたくさんの方に来ていただきまして、本当に感謝いたします。ありがとうございます。それでですね、とりあえずこちらのライフ、平成24年式の9万6000キロで、車検2年付きで、新品のこちらのサテルスタイヤもね、付けさせてもらって、込み込み価格10万円で販
売させてもらう予定になっています。それとですね、あとね、これだけたくさんの方に来てもらいましたので、バスタオルの方、くじの方を引いてもらう方に、お一人1枚ずつプレゼントさせていただきますので、ぜひご利用ください。なくて、お子様連れで来ていただいた方に、かわいい、せっかく来てもらったからおもちゃの方サービスしてもらう、サービスしようと思ってたんで、小学生以下のお子様一回来てもらっていい？何人だ？2人ぐらいだな。3人いる。これせっかく来てもらったからおまけでーす。はい、どうぞ。じゃあ、とりあえず、大人の方で抽選の方していこうかと思います。まず54ね。はい、とりあえず人数の方確認取れましたので、そうしましたら、今くじ引きの方を、順番決めのくじ引きの方から、やらせていただこうかと思います。今日は一番多いです。多いです。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、私と健一郎学徒でね、これ持ってますので、この中から、順々にね、一番の方から選んでってもらうようにしますので、お願いいたします。そうしましたら、まず一番の方から口開けてもらって、あ、口開けてもらって、どうぞ順番番号の確認してください。はい、はい、で、そしたらね、一番の方からまずこちらの抽選券の方取り来てもらってお願いします。じゃあまず一番の方、はい、はい、どうぞ、当たり見てください。どうぞ。これしか、これ、うん、ここでも私の真ん中で、はい、はい、じゃあ2番の方どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ、当たり引いてください。12番の方どうぞ。13番の方、はい、14番の方、16番の方も、はい、37番の方もどうぞ。はい、38番の方、はい、はい、はい、こんなにたくさんの方にね、来てもらって本当にありがとうございます。そしたらね、皆様、開封してもらって確認してみてください。あれが当たりましたか？はい、当たりの方、大当たりの方は、入れました。大当たりの方は、おめでとうございます。で、あとね、そのダブルチャンスクーポンの、3万円引き PS ね、ピースの車購入の3万円引きのクーポンの方も引き出し中で、もしピースの方でね、車の方、ご契約いただけるときは、使用してもらうこと可能ですので、ぜひぜひどうぞご検討いただければと思いますので、じゃとりあえずこれでじゃあ全て終わりだね。はい、ね、いや本当に皆様のいいイベントになった。ありがとうございます。ピースの YouTube の方も見てください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そうしましたら、先ほどピースの令和4年の初売り
抽選販売者抽選会の方3日間全部終わりました。いや本当にありがとうございます、たくさんのね票が一番多かったかな。結果として55人のお客様に抽選していただきましたね。本当に感謝でございます、無事にでも3日間終わりました。でこのライフの方ご当選された方ねおめでとうございます、無事にご契約の方も頂戴いたしました、ご契約の方もありがとうございました。しっかりと仕上げの方をして引き渡しの段取り組んでいきます。いや本当にね最高の年なんつうの最高のスタートダッシュ切れだなって気がします。今ね抽選会終わってから、こちらのこの4台このムーブコンテ柄ココアにラパンとエッセこの4台もね本日抽選会に来ていただいたお客様の中でね、ご制約の方頂戴いたしました。本当にありがとうございます。ありがたいですね本当にありがたいです、こうやってさ、なんだお客さんに見てもらえるようにお客さんに選んでもらえるようにね日々努力しているつもりではありますけれども本当は選んでいただけることはね本当にね感謝でございます。本当ね金額だってね何十万単位のものですんでこんな簡単にねポン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 買うようなもんじゃないんでねそういう品物を、こうやってさご制約いただけるなんていうのはね本当にあのなんだろう感謝でしかないね。本当に、こんな簡単に売れるもんじゃないっていうの分かってます。本当お客さんにね、本当10万、20万円、ね、30万円とね、大きなお金いただきながらご提供させてもらってる品物なんで、1台ずつしっかりとね、仕上げの方させていただいて、故障リスクはもちろんついてはいるんですけども、ね、壊れてるものは出したくない、ね、できる限り、無事でできる限り、やれることをやってから、引き渡しの方させてもらうようにやらせていただきます。いや、でも本当ありがたいね。このコンテも、これ昨日仕上がったばっかりの車です。こちらのもね YouTube 動画の方見てくださってて昨日の動画も見たよなんてね声かけていただいて、これいいねって昨日あげて今日ご制約ほんとありがたいね、いやーね今年もピース今始まったばっかりだけどさ頑張ります。本当にいろんなお客様に選んでいただけるようにほんでねいろんなお客様に選んでもらったお客様にがっかりされないように買っていいかったわってピースで買ってよかったわってね言ってもらえるように思ってもらえるように本当2回3回ってねつながる商売お客様にね2回目3回目って来てもらえるような商売やりたいなと思います。まあ、とりあえず今日も、こんな感じで抽選会やってました。まあでもこんでこんで終わりだね。明日はねとりあえずあとピースは休みですね。明日ピースは休みです。でまた火曜日から、通常通りの営業に戻りますんで、また火曜日から、今年もどうぞ、定価格差専門店ピースよろしくお願いいたします。バイバイ。